皆さんこんにちは、森山ジョージです、前回の動画で日本経済はやばいぜっていう話をしたと思うんですよね。大リストラ時代がやってくる。で、今回の動画はその続きです。で、今回のはなんで経済がやばいか。それは国の今の状況を把握すれば全てわかるよってことをお伝えします。で、事実ベースでお話をすると、まずこの大きく2つです。前回もお話しした大リストラ時代がやってくるよってことと、給料は今後も上がっていくのは難しいでしょうっていう、この2つです。はい。で、ニュースとか見てると、ニュース、新聞、まあネットも含めて、見てるとよくこの言葉出てきません。経済を知ろうとすると GDP っていう。で、これ何かっていうとグロスドメスティックプロダクト、要は国内総生産のことなんですよね。でもな、 GDP ってよくわかんないなとか、 GDP、 あ、例えば日本の経済の話をしてたとしても、 GDP ってはい何ですかって聞かれた時に、これちゃんと答えられる人っていますかね。意外にいないんですよね。はい。なのでそんなわかんない人でもいいんですよ。もう簡単に教えます。GDP って何なのっていうの。こういうことです。GDP って何？それは、どういうことか。簡単に言うと、日本が儲けたお金のことを GDP って言います。どういうことか。企業、これ4つありますね。企業が投資をしたとか、我々消費者が消費をしたとか、これを民間がやってることなので、これを民需っていうんですね。で、政府が支払いをした、お金を払ったとか、貿易で輸入よりも輸出が多かった、で、国が儲かったもの、これも日本が儲けたと思います。なので民需と国両方合わせて日本が儲けたお金、これが GDP なんですね。はい。で、よく新聞とかにこういうの見たことないですかね。で、これで GDP マスターって言ったらそうじゃなくて、一番重要なのはこれなんですよ。これ赤の点線のとこ見てほしいんですけども、実質 GDP と名目 GDP、これを知らないと経済はわからないです。でも逆に言うと、実質 GDP と名目 GDP 知っちゃえば、もうはい、これで GDP マスターって、このぐらい簡単なことなんですね。じゃあ、それをちょっとわかりやすい例で説明しますね。名目 GDP と実質 GDP の違いを、まあこれわかりやすく缶コーヒーで説明します。1988年ですね。消費税がまだない頃です。はい。この頃っていうのは、缶コーヒーはどこ行ったって1本100円なんですよ。はい。で、その缶コーヒーが100円のものが1万本売れたら100万円ですよね。はい。かたや昨年2019年は缶コーヒー130円ですよね。130円のものが同じ1万円売れたら130万ですよね。じゃあ同じ1万本売れたのに何が違うんだっていうと、これは単純に物価が変動したからです。物価が上昇したから、同じ1万本売れたとしても、片や売上は100万円と130万で違うっていうことです。これ分かりますよね。はい。で、じゃあ名目 GDP と実質 GDP に置き換えた時に、これ何がどう違うかっていうと、名目 GDP、 これ上のとこです。はい。名目 GDP は物価の変動を含めます。はい。なので、1988年は缶コーヒーが1万本売れたら100万円ですよね。だけど、2019年は1万本売れたら130万。物価の変動含める。これが名目 GDP です。で、実質 GDP は物価の変動を含めません。なので、1万本売れたら100万円。かたや2019年も1万本売れて100万円。どういうことかっていうと、日本全体で1万本売れるっていう数は変わんないんですよ。なので、日本国民全体の実質的な購買行動は変わらないっていうのが実質 GDP のことです。うん、なので、こういうふうに覚えてください。名目 GDP は金額。で、実質 GDP は数。こういうふうに覚えてください。じゃあ名目 GDP と実質 GDP のどちらを経済の参照にした方がいいのかっていうと、こっちなんですよ。実質 GDP、 数なんですね。
じゃあなんでっていうと、ちょっとこれに例えて、お話をしますね。これ分かりますよね。相撲、大相撲ですよ、うん。じゃあ実質 GDP の方が経済に参照になる理由として相撲を今挙げましたけども、相撲っていうのはなんか一番高い席で、たまり席といって14,800円するらしいですね。で、普通の席、自由席、一番下なのかな。で、2100円なんですよ。はい。なんでこれ7倍の価格の差があるんですよね。で、例えば金持ちがたまり席を1席買っても1席。で、普通の席を普通の人が、7席買っても同じ金額なんですよ。うん、つまり、どういうことか。なんで GDP、実質 GDP 数の方が経済の参照になるかというと、金持ちが値段を釣り上げるよりも、結局、日本の経済を知るためには、何席売れたとか、要は数を取った購買行動の方が、よりリアルに、実質的に見れるっていう観点があるので、実質 GDP の方が経済の参照になるっていうことです。で、さっきもこの、表を出しましたよね。で、ここで重要になってくるのが、じゃあ実質 GDP も話をしましたけども、経済成長率っていうことです。で、経済成長率っていうのは、まあ、こういう計算式があって、今年の GDP 引く指定年の GDP、割ることの指定年の GDP かける100。で、これ実質 GDP を当てはめてみると、今年の GDP は100万円、指定年の、GDP は100万円、割ることの指定年の GDP が100万円かける100。つまりどういうことかっていうと、実質 GDP の経済成長率は事実上 0% です。これが例えば1万本じゃなくて、1万3000本売れたってなるとちょっと話は変わってくるんですけども、これ1万本で例えると経済成長率は 0% っていうことになります。はい、じゃあ結局日本の GDP って今現在どうなってんの？上がってんの？って話なんですけども、残念ながら上がってません。はい。これ日本は一番下の濃い青の折れ線グラフがそうなんですよね。めちゃくちゃ低いですよね。はい。先進国の中にも低いんですよ。はい。一番上黄色、これインドですよね。で、2番目、これグレーの線は、これ中国。まあ中国はなんとなく皆さん想像できますよね。注目なのはこの緑の線なんですよ。低所得国って書いてあるのは、これアジアの発展途上国と言っています。東南アジアとかね。はい、もうそういう国々がどん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 伸びてるんですよ。はい、っていう状況で、さらに前回の動画でも言いましたけども、ついこの間2019年の10月から12月期の、実質 GDP 発表になりました。-6% 振り切ってますよね。もうダーンと GDP 落ちてるんですよ。これもう明らかに増税だから、政府は台風が理由って言ってますけど、もう完全にこれ増税です。はい、なので、ドンって冷え込んじゃって、消費が冷え込んだっていうことが、もうこれ見るとわかります。もう GDP どん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 下がってるんですよね。はい。で、ちなみに、ね、これコロナショック入ってないですからね、この 6% 振り切ってるのはね。はい。で、国の GDP はわかりましたと。じゃあ次に着目すべきなのは何なのっていうと、これなんです。一人当たりの GDP。要は一人当たりの生産性ってことなんですよ。で、じゃあ一人当たりの GDP って、じゃあさっきの例で言って、1988年どうだったかっていうと、日本はなんと世界第2位なんですよね。1位はスイス、2位は、我が国日本。で、3位ルクセンブルク、4位アイスランド、5位ノルウェー。もう世界2位ですよ。すごいですよね。はい。で、2018年なんですけども、これどうなってるかっていうと、もう残念ですよね。もう26位なんですよ。うん、こうなっちゃったのよくね、新聞とかニュースによく書いてあるんです。こういうことは見たことないですよね。失われた30年、うん、よく言うんですよね。この30年の間に日本は一人一人の生産性がくっそ低い国に落っこっちゃってるんですよ。どん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 、うん、で26位ですよ。皆さん一生懸命働いてますよね。サラリーマンの人は毎日満員電車乗ってますよね。朝も帰りも。で、ね、残業一生懸命したりとかして。なのに生産性めっちゃ低い国ってもうなっちゃってるんですよ。はい。逆に言うと、東南アジアとかってもうね、そこら辺の大人の人たちが
もうお腹出してパン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 やって、道端でタバコ吸って、みたいな。そんなのよくテレビ見ません？そういう国と生産性言うこと変わらないんですよ。で、この2018年は、韓国が28位。まあ、かろうじて韓国よりも上だったんですよね。ただ、昨年の2019年12月にもうすでにもう、韓国に一人当たりの GDP、労働生産性で完全に抜かれました。はい。これはもう事実として抜かれました。やばいでしょ。どんどん落ちてんだよ。うん、じゃあ、その一人当たりの生産性がくっそ低くなってる理由って何だと思います、うん、もうこれしかないんですね。おじいおばあ、働け雇え戦略っていうのと、労働力いないから安い外国人戦略。もうこの二つです。で、この二つの中で重要になってくるのが、これ、低年雇用努力っていうのと、年金受給引き上げ。あとは外国人労働者。この三つなんです。で、前回の動画でもお話しましたけども、低年雇用努力の話しましたよね。国がそういう制度を設けて、それを民間に義務化すると。で、押し付けると。要は定年って60歳から65歳まで希望者があれば引き上がりますと。で、さらにそこから70歳まで雇えよと。企業を雇えよというのを義務化するように民間に押し付けてるんですよ。でもその年齢の人ってはっきり言って、もちろんすごい有能な人はいると思うんですけど、ごく一部ですよ。はい。それ以外の人逆に言うと、もう結構お荷物な存在でもあるので、低賃金で、それでもやっぱ努力をしなきゃいけないので、低賃金で企業側はもう一回雇い直すってことです。それにこの年金受給引き上げ、うん、で本来60歳にもらえるはずの年金がもらえなかった。今度今65歳です。これが70歳80歳どんどん上がっていくような感じしますよね。なので年金がもらえないんですよ、もらえるはずの、うん、でさらにさっきも言いましたけども、企業側からすると年金をもらうであろう年齢の人は70歳、75歳、今後なっていく人たちっていうのははっきり言ってお荷物なんですよ。だから低賃金で働いてもらう。で、最後に外国人労働者。で、めちゃくちゃ最近増えましたよね。まあコンビニ行ってもそうだし、企業でもいっぱいいますよね。まあ、外国人労働者っていうのは安い賃金で文句も言わず黙々と働いてます。以前の動画で、これからの時代、あなたよりも質の高い外国人労働者がどん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 来ますよって話をしました。それをまさにこれ。はい。じゃあこの3つ言いましたよね。今、低年雇用努力、年金受給引き上げ、外国人労働者で GDP が上がらない。なんで？わかりますか？これ考えてください。はい。もう答えはこれです。給料が上がらないからなんですよ。どういうことかっていうと、安い人件費で働く人がいるから、給料も上がんないですよね。わかります？うん。高い、ね、みんなが人件費高かったら、給料上がっていくわけじゃないですか。でも、みんながどん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 安くなってくるんですよ。なので、給料は上がっていかないっていうことです。うん。じゃあ、なんでっていうと、もう経済のこのサイクルを見ればわかる。安い人件費で働く人がいるっていうことは、今言いましたね、給料が上がらないってことです。じゃあ給料が上がらないっていうことは消費しないってことです。まあお財布の紐が固くなるってことですよね。それは当たり前ですよね。で消費しないってことは国が儲かる。このサイクルです。さっき一番最初の方言いましたよね。GDP の説明をした時に GDP っていうのは日本が儲けたお金っていう話。この2番目出てきましたよね。我々が消費した。日本全体、そのことによって日本全体が儲かります。これが GDP の成長を上げる重要なことですよって言って、うん。要は消費が上がらない、給料が上がらない。もうどんどん負の連鎖なんですよね。で、今の状況っていうのはマイナス 6% 以上振り切りましたよね。で、さっきも言いましたけども、これコロナウイルスの影響って何にもないんですよ。ショック入ってないんですよ。で、逆に言うと、このコロナショック抜きにしても、もう GDP はどんどん下がってくると言われてました。だってさっき言ったような状況なんですよ。はい。だから、給料は上がらない。さらに、大リストラ時代が来る、うん。で、なんで、じゃあ GDP は上がっていかないのかね、言いましたけども、もう、結論これです。少子高齢化。
ですよね。まあ、上の世代の人たちは低賃金で働く。で、下の世代は働くそもそもの機会が少ない。でもこの人たちも低賃金で働く。で、ここを埋めるものっていうのは今もうテクノロジーになってますね。 AI であるとか RPA であるとかがこの上の人たちを支えていくための労働力として今期待されている。じゃあここによって仕事を奪われる人たちもこの世代交代の中ではいっぱいいるわけですよね。じゃあ我々が何をすべきなんだ、日本経済やばいよやばいよ警告を出しているだけじゃなくて何をすべきなんだ、これが一番重要ですよね。はい。で、冒頭にも言いましたけども、今の国の状況、これ分かりましたよね。ズラーンってマイナス振り切ってますからね。はい。じゃあ何をしなきゃいけないのか。前回の動画でも言いましたけど、結論はこれなんですよ。自己投資をして、勉強をして、これから生きていくためのスキルをつけろってことです。僕が一貫して言いたいのは、本当にそれだけなんです。はい。それではご視聴ありがとうございました。